まだね、まだなんて言うんですか、まだ 2ヶ月ぐらいなんで、なんかあんまりよくわからん感じですね。赤ちゃんにしては細長い感じ、手足が細長いのは、まあ、可愛らしい、似てるなって。でも顔は全く似てないです。どうしても芸人になるって言ったら政治の息子とコンビ組ますしかない。大阪から出てきた芸人の骨組み、ほぼタコシゲで形成されてる。若い時なんて、お金ない時に1000円だけ持っていてました、はい、これでやってっつったら、もうほんまに1000円や言うてんのに、もうたらふく食わしてくれて、たらふく酒飲ましてくれてみたいな。そうそうそう、はい、ほんまの日常やから、だからスイッチ入れにくいんだな。だから俺が20歳ぐらいからテレビ出てる衣装は、はいはい、ほぼマスターからもうたやつよ。あいつめちゃくちゃダサかってんの。膝に、市販のズボンの膝に東急ハンズでアクリルの球体のあれを、半球をかけて、それをつけて、サイバーやろうって。なんぼお金使ってくれてもやっぱり嫌なやつは、いいやつだけを集めた結果がこんな感じ。久保田も東京行ってからも、つい最近 M1 取るまでも月1回ぐらい来てくれて、はい、そうなんです。ですごい昔はちょっと会話にならなかったんですよ。突拍子もないことばっかり言うから、最近ほんで普通に喋れるようになってきて、あ、久保田ちょっとなんか落ち着いてようなったなと思ってたら、M1 取ったんです。後付けちゃいますよ。自分が発見したみたいな。このお店行って食べたパワー飯なので、まあ、優勝しやすい。確かに歴代の M1 チャンピオンほぼ行ってるやろ。確かに確かに。大久保さんも行ってますよ。はい、結婚する前と結婚した後と。はい、お人形さんみたいな。もううるさいな。ええやろそれは。奥さんね、喋らないです。ほんまにお人形さん。まだね、まだなんて言うんですか、まだ 2ヶ月ぐらいなんで、なんかあんまりようわからん感じですね。赤ちゃんにしては細長い感じ、手足が細長いのは、まあ、可愛らしい、似てるなって。でも顔は全く似てないです。どうしても芸人になるって言ったら政治の息子とコンビ組ますしかない。